カフェステラと死神の蝶。恋煩いって聞こえましたけど、はあ、恋、そっか恋か、なんか自分のことじゃないのに、恥ずかしい。言われてみれば確かにそんな雰囲気ですね。ここすみません、ちょっと私こういう話慣れてなくて、興奮しすぎました。大丈夫です。